行市麻生のコテラスに来ています。窓から入り込む日差しに、どうですか、このおひな様がなんかピンク色に染まっておりますが、もう間もなくおひな様なんですよね。さて、今日のぶらり歩きなんですが、ある方にガイドしていただこうと思います。どうぞ、こちらが行市の観光ガイド、杉山一平さん、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。で、今見てもこのコテラスの外の、はい、あれ霞ヶ浦ですか、綺麗ですね、光でキラキラ輝いてて、ね、今日は景色がいいから、そうです、あ、はい、じゃあ楽しみにしています、よろしくお願いいたします。いやー、コテラスから出てきたんですが、目の前に霞ヶ浦、ね、気持ちいいですね、この湖面にキラキラ輝く、ね、春の光、素晴らしいですね。この砂浜はですね、うん、3年ぐらい前に再生事業で復活したと思います。お、砂浜はあるコテラスなんですが、今日はここから出発して麻生の陣屋コースをぶらり歩いてみたいと思います。で、左に霞ヶ浦、そしてこちらは八坂神社なんですが、いや、松並木すごいですね、ほら杉山さん、松ぼっくり落ちてました。で、ね、はい、はい、で、こちらなんですが、なんかあの馬出しの神事ですか、はいはい、行われるところですよね、麻生祇園馬出し祭りと言われております。はい、寛文8年でございますから、うん、今から350年ぐらい前ですね、から、お、伝統ある行事、ね、麻生の藩主、はい、新城直時がですね、領内24か村のですね、役人を召集しまして、はい、ここで始まったのが由来でございます、ね、なるほど、はい、そして春には稚児行列もあるという、うん、いや、なんか春の日差し浴びてこう寄せる波の音いいですね。まあ、ゆらりゆらり山もですね、はいはい、水鳥もたくさんいますね。そうですね、そうか、ここが出港場所なんだ。そうですね、麻生の町の中に入ってきました。ご覧いただけますか、ゆっくりとこう坂を登ってくるような、そんな感じ。しかもやはり旧道ですね、道があんな風にこうちょっと緩い S 字のカーブになってます。で、杉山さん、ここは陣屋大通り。陣屋大通りでございます。ということは陣屋が近い町並みということですね、はい、ちょうどまっすぐ行ったところが陣屋でございます、うん、元の陣屋、はい、陣屋の跡ということで、とりあえず、この麻生の陣屋通りのフットパスなんですが、この街中を行くようになってるんですが、道やっぱりこうちょっと曲がっていたり、はい、あるいは突き当たっていたり、なんか城下町の道の作りになってます ね、ちょっと道が細いんですね、曲がりくなってまして、うん、こんな風なところも昔の街並み、フットパスなんですが、やっぱり昔の街並みそのものをなんか楽しむような、はい、そんな感じにもなってます ね、昔からのね、飾り気のないところですね、うん、はい、うん、さて、この行市市の麻生陣屋コースの一つのハイライト、こちらかもしれません。麻生藩の家老屋敷の記念館ということですね。はい、そうですね。ということは家老屋敷が残っているんですか。はい、当時のですね、麻生藩家老、畑氏の屋敷だったですね。ほう、ちょっと入ってよろしいですか。はい、どうぞ。いや、門がありまして、これは通称赤門と呼ばれてます。あ、朱に塗ってあります、はい、はい、赤門入って、はい、お、左手に、はい、左手、これがそうですか。そうですね、いや、立派なこれかやぶきの屋根、はい、で、これなんかちょっと不思議な形してますね。そうですね、お、この屋根の形はこれは入母屋、入母屋か、はい、これ一回火災で焼けてまして、はい、で、その当時のものが今ここで存在してるわけなんですけど、こういうことですね。で、こちらが表玄関なんですが、はい、その脇、いや、こういうあの古いお屋敷にはぴったりですね、吊るし雛と、ひな壇、はい、いや、この、まあ、早春の日に照らされたかやぶきのこう屋根の柔らかさ、それがこうずっと伸びて青空に溶け込んでいて、はい、しかも色鮮やかなおひな様飾ってある、ね、はい、いや、いいなあ。行市麻生陣屋コースのフットバス、光きらめく豊かな霞ヶ浦と、そしてこの歴史のある麻生の街並みを存分に楽しむことができました。